カの Love Sounds。 皆さんこんばんは、シンガーのいつかです。本日も始まりました、いつかの Love Sounds。 この番組では皆様に癒しと安らぎをお届けできたらと思っております。最後までごゆっくりお楽しみください。今月は4月ということで、皆様どんな4月をお過ごしでしたでしょうか。新生活もね、始まった方もいますし、新しい年から何か新しいことを始めたりとかした方もいらっしゃるのかな。お天気もね、すっかり春めいてね、すごく毎日過ごしやすい気温になりましたよね。もう4月も終わりというか、ゴールデンウィークに差し掛かるところですけれども、今日の、サウンズグッドはですね、始まりの季節にぴったりな曲をお届けしたいと思います。私のオリジナルソングになります。いつかで始まりの色。キラキラと舞う。
地上に埋もれてた自分を見つけた。この空の向こう側に何が待ってる。少しだけ触れてみたいよ、始まりの色。お届けした曲は、いつかで始まりの色でした。いかがだったでしょうか？この曲は2017年に発売した曲なんですけれども、ミュージックビデオもこのいつかチャンネルで公開しておりますので、また聴きたいよーっていう方はね、ぜひそちらでもご覧ください。もちろん iTunes などでも聴くことができます。最近ですね、本当に自宅でお仕事する機会がとってもとっても増えたんですけれども、まあ、このチャンネルもやっておりますし、奈良姉妹チャンネルというね、実の妹の日和さんとやっている姉妹チャンネルがありまして、そちらの方が結構メインで頑張っているんですが、まあ、それも同時進行しながら他の音楽のお仕事たくさんさせていただいてるんですけれども、何せこう自宅でまあ編集とかももちろんしますけれども、レコーディングをたくさんするんですね。で、本当に一日にこの前6曲ぐらい撮った日があってすっごいもちろん大変で疲れたっていう感じになったんですけど、でもね、そんな頑張った自分に、なんかもう6曲も撮った、めっちゃ偉い、自分超偉い、頑張ったとかこう褒めていくスタイルを最近撮っていますね、大人になると誰も褒めてくれないじゃないですかまあ褒められる機会もやっぱり子供の頃より減るし、自分でね、自分を褒めて自分で高めてね、モチベーションとかも高めていくスタイルは結構なんかこういいんじゃないかなと思って、なので本当にその日もそうですけど、もう今日は仕事2件も片付けちゃった、すごい頑張ったじゃん自分、めっちゃ偉いみたいな感じで自分を褒めていますもちろんね、本当に化粧するのだるいなー、しんどいなーみたいな日とかあるんですよ。お化粧する方はね、分かってくれると思うんですけど、でもちゃんと化粧して出かけるわけですよね。もう化粧してめっちゃ偉いじゃんみたいなもうそういうところから、もう今日朝元気に起きてめっちゃすごいじゃんみたいな、もうその息からね頑張ってます。この褒めていく、自分を高めていくスタイル、めちゃくちゃなんか最近気に入っていて、なんかもうテンションというか気分もなんか良くなるし、モチベーションとかも上がるので、本当になんかお疲れ気味の方とかね、ぜひおすすめです自分をね褒めていきましょう皆さん。ということで本日もあのコーナーに行きましょう。名曲のオアシス。時を経ても色褪せない名曲の数々、思わず口ずさんでしまう、そんな曲ありませんか？誰もが知っている曲はもちろん、私いつかが聴いて感動、心揺さぶられた名曲たち。そんな名曲誕生の秘話をはじめ、作詞家や作曲家の皆さんが
その曲に込めた思いなどをたどることで、素晴らしい名曲たちをより深く、より身近に感じてもらおうというコーナーです。本日ご紹介する曲はボーイズタウンギャングの Can't Take My Eyes Off of You。 直訳すると君から目をそらすことができないとなりますが、日本では邦題は君の瞳に恋してると訳されています。私の音楽仲間内では君の瞳に恋してるを君人と略して呼んでいるほど。もともとはアメリカのボーカルグループ Four Seasons のフランキー・ヴァリが1967年にソロ曲として発表した楽曲。私たちが聞きなじみのあるディスコ調ではなく、ミッドテンポのロマンチックなバラードで、ジャジーな管楽器が印象的なアレンジ。当時、ビルボードチャートで週間ランキング第2位、同年の年間ランキングでは第12位を獲得したヒット曲。そして私たちが一番聞きなじみのあるディスコ調のこの曲は、ボーイズタウンギャングが歌っているバージョン。1982年に彼らがカバーして世界的に大ヒットとなりました。ボーイズタウンギャングがカバーする以前では、およそ40組のアーティストにカバーされ、ボーイズタウンギャングがカバー後では60組近いアーティストがカバーしているというほど人気のある曲。それもそのはず、20世紀にアメリカのテレビやラジオで最もオンエアされた100曲のランキングでは、600万回以上のオンエアで5位にランクインされた曲です。この曲の作詞作曲は、フォーシーズンズのメンバー、ボブ・クルーとボブ・ゴーディオ。彼らはフォーシーズンズをはじめ、当時の様々な歌手グループに多数の楽曲を提供しましたが、この曲は彼らの作品の中でも最もヒットした代表作の一つとなった曲。一目惚れがテーマのこの曲は、彼らがどんな気持ちで作ったかよりも、題名の Can't Take My Eyes Off of You の最後の Off of You なのか Off You なのかで論争を巻き起こしたのです。正式にはタイトルにはオフがないのに、歌詞にはオフがあるというややこしい状態になっています。というのも、本来はオフ入りのタイトルで発表したにもかかわらず、リリースされるまでに省略され、いつしかそれが正しいタイトルに広まってしまったのだそう。文法的にはどうなのかというと、どっちでも通じちゃいます。本来、どっちが正しかったにせよ、正しく通じる用法として両方ともすでに成立普及しています。歌詞はとてもストレートなラブソング。あなたは素敵すぎる。あなたから目が離せない。あなたに触れられたら天国にいる気分。あなたを心から抱きしめたい。ついに最後の声が訪れたみたい。今生きてることを神に感謝する。あなたは本当に素敵な人。あなたから目が離せない。じっと見つめちゃってごめんね。比べられるものは何もない。あなたの視線は私を弱くさせる。何も話せなくなってしまう。でも私が感じているようにあなたが感じているなら、これが現実の出来事と教えて。あなたは本当に素敵すぎる。ずっと見ていたい。あなたを愛してる。もし何も問題ないなら、一人ぼっちの夜を温めるにはあなたが必要。愛してる。私が大丈夫と言ってる時は信じてほしい。大好きなあなた。私を悲しませないで。私はあなたを見つけたの。ここにいて。そしてあなたを愛させて。そう、あなたを愛させてほしい。和訳するとこのような歌詞です。ラブソングとして分かりやすい歌詞と
覚えやすいメロディーなどが今もなお歌い継がれている理由の一つではないかなと思います。イギリスではサッカーウェールズ代表の応援歌としてサポーターが大合唱するなど、今やポピュラーソングの域を超えた愛唱歌としても愛されていると言って良いのではないでしょうか。そしてこの曲の凄さは、今でも世界中の街中などでいろいろなスタイルで歌われているということです。100年後もこの曲が歌われる平和な街が多くあってほしいなと思います。I love you, baby. And if it's cruel or light, I need you, baby. To warm a lonely night, I love you, baby. Trust me when I say, oh, pretty baby. Don't bring me down, I play. Oh, pretty baby. Now that I find you, stay. And let me love you, baby. Let me love you.ありがとうございました。いかがだったでしょうか。なんかこう思わずね、体を揺らしたくなったり、一緒にこうサビを I love you ってね、歌い出したくなる、そんな曲ですよね。改めて皆さん、この曲もぜひご本人様の曲も聴いてみてくださいね。次回もお楽しみに。以上、名曲のオアシスでした。ということで、本日もお届けしてまいりましたいつかのラブサウンズ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。なんと、いつかのラブサウンズ本日で10回目でしたけれども、お気づきの方いらっしゃいましたでしょうか。10回目を迎えることができてとっても嬉しいです。ありがとうございます。もちろんね、11回目、12回目とね、続けてやっていきたいなと思っておりますので、これからもぜひよろしくお願いします。合わせて私のカバー曲もアップしていますので、そちらもぜひ聴いてみてくださいね。そのカバーのリクエストももちろんそうなんですが、この番組へのリクエストや質問などなども募集しておりますので、ぜひコメント欄または専用の概要欄に貼ってあるメールアドレスへお寄せください。よろしくお願いいたします。そして私いつかはですね、インスタグラム毎日更新しております。ツイッターはあんまり更新していません。気まぐれです。それでもいいよという方はぜひフォローしていただけたら嬉しいです。今週もね、あと1週間で4月終わりますが、5月に入るとゴールデンウィーク、ウキウキの方もいらっしゃるのではないでしょうか。4月の残り1週間、そして5月に向けて、みんなで元気に過ごしていきましょうね。それでは今日はこの辺で、最後までご清聴ありがとうございました。また次回のラブサウンズでお会いいたしましょう。